出てたっていうのがあったので、もう少しね緩やかなボールかなと思いましたけども、狭い方を回す通りです。中村コレを上がっていただきました。さあクルークスも絞ってきます。加藤のクルークスまだあります。香川のサポート、レオンカラも入った。ダイレクトクロス、レオンセアラか、いやクルークスだ。ミドルシュート、見事なゴールが決まりました。キラン小前選手も、まあ、こぼれ球ということでボールを見ていたので、木田選手の場所を、ね、つかめてなかったですね、まあ、そこが唯一、まあ、3本のゴールでしたね。ちょっと上手い選手ですね。これは空さん、明らかな監督からのメッセージですね。そうですね、まあ、そのまず流れでしょうか。はい、はい、あ中央に入ってくるよ。シュートを打つ、裏から仕込みました。香川真司、手をあざ笑うかのようなフープ気味のシュート。そういうアクセスでいい楽しみで、あざ笑うかというのが素晴らしいです。平下の長いパス、そしてレオセアラの手で取り返し、はい、そこに稲葉でフィニッシュ。稲葉選手っていうのはやっぱり相手の攻撃を切る選手、デフィンシブハーブって言われればそれまでの選手ですけど、さあ壊し狙っていった、スーパーゴールが生まれた。決めたのは上田海斗、水戸ホーリーホック同点、時間65分。これ安藤選手がヘディングで繋いだんですけど、やはり上田選手は思い切り打ちましたよね。かかりながら回転しながら落ちていきましたね。今回山本が奪います。動き出したのは鈴木優斗、ここにボールがつながれ、速いクロスが入ってきて山田、2点目岩田。前半8分、右側のスペースをうまく使って鈴木優斗選手に攻撃を受けて、うまく力を抜いてですね、この山田選手、これ、ワンバウンド手前でしているので難しいんですけど、はい、